ではここで曲をお届けしたいと思います。この後道路交通情報 CM 挟んでは、来週いよいよドラム B7 でライブ A セットに応えの電話インタビューの模様をお届けします。その前に1曲、4月に配信されたナンバーですね、 A セットリオ Dancing in the Mood。What's up? You're with Friday 1 to 3, flying into the weekend.この時間はエイジセットリオ、エイジセット M さんに電話でお話を伺います。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、現在ツアー中ということですが、はい、いよいよ来週長崎ですね、はい、そうなんです。長崎でございます、はい。長崎ってどんな印象や思い出がありますか？長崎はそうですね、やはりあの貿易が盛んだったということがやっぱありますという
ということで、やっぱカステラとかですね、はい、南蛮ものがやっぱりのあの鎖国中にオランダ船が来航できるのは長崎のみだったという話もあったりして、はい、これはやっぱりすごいなと思いまして、やっぱカステラとかそういう南蛮ものが入っていったら来たっていうのはやっぱりすごい印象にありますね、はい、じゃあ長崎来たからにはやっぱりカステラもそうですね、マストでマストですね、カステラを中心に、はい、そうですか、本周り、はい、ああもうぜひぜひ美味しいものもね楽しんでいただきたいと思います。はい、さあそんなねエーセットリオなんですが、はい、今回こうやって番組にご登場いただくのは初ということで、はい、改めてエーセットリオとはっていうのをまずちょっとご説明いただけますか。はい、エーセットリオとはですね、ピアノ、ベース、ドラムというこの 3つの楽器でやっておりまして、人間も3人なんですけども、はい、まあ、3人編成、まあ、あのジャズでよくあるオーソドックスなピアノトリオなんですけども、まあ、その3人で楽しく音楽をやってるという感じのバンドでございますかね、うん、あの笑って踊れるジャズっていうのも、はい、そうありますね、実際に体現されてると、はい、そうですね、あの楽しく演奏してですね、まあ、見ている方たちも楽しくなっていただけてるんじゃないかというところですと思いますけど、はい、エッセと M さん以外のお二人ってどんなキャラクターなのかもよかったら教えてください。あ、そうですか、ですね、ベースの HZ2 ではですね、ハンサムででして、もうそのハンサム加減を見るだけでも会場に来ていただいてもいいくらいのハンサムでして、ちゃんとしておりますね、性格も非常にちゃんとしてるちゃんとしてる、まとめ役、まとめ、ちゃんとまとめる人ですかね。ああ、そうなんですね、はい、片やその HZ4 というドラマーの人がですけど、その人は本当にあの自由人ででして、あの本当にあのまともにドラムを叩かなかったりする時もありまして、そうなんですか、そうなんです、もう叩くも叩かないも演奏のうちみたいな音楽をしている自由人です。へえ、そしてまた自分で言うのもちょっと照れくさいかと思いますが、はい、HZM さんはじゃあそんな2人に挟まれて、そうですね、私が一番まともなんじゃないですか、そうなんですか、いやもう本当個性豊かな3人ということで、はい、いやどんなライブをするのか非常に楽しみなんですが、はい、現在ねツアーの真っ只中、どんなライブが展開されてますか。会場会場ごとにやはりいろんな、まあ、いろんな会場でやっておりまして、ライブハウスだとかカフェですとか劇場みたいなところ、はい、いろんなところでやっておりまして、まあ、その都度なんか音楽が変わってるなという、その会場に合った音が鳴っているかなという印象をしておりますので、それを皆さん楽しんでいただいているかなという感じがしてますね。かなり長いツアーで細かく回られてますが、はい、やっぱり同じライブは二度とないと。二度とないですね、はい、もう断言できますね、そんなライブをしながら新曲を配信されてると、はい、新曲ももうどんどんできちゃってですね、はい、もう発表しないと追いつかないぐらいになってこの連続配信具合はすごいですね、はい、そうなんですよ、もう作ったら出すということになっております。あの実際問題、はい、ツアーやりながら曲制作ってできるもんなんですか。エセットも私はですね、曲はもう日常的に作っておりますので、もう呼吸するぐらいの、はい、呼吸するぐらいに曲が生まれるそうですね、それってすごいことですよね天才じゃないですか。いやいや、もう全然秀才ぐらいですけど否定はしないという秀才なわけですね。そんな新曲が iTunes チャートで連続首位を記録していると、はい、いうことですが、はい、また4月からも5作連続リリースがありまして、そうです、すごい勢いですね。配信中ですね、はい、はい、勢い乗っております。じゃあちょっとこの近々のリリースものをチェックしていきたいんですが、はい、まず4月27日にリリースされましたダンシング・イン・ザ・ムード、はい、これめちゃめちゃかっこいい曲ですね。 ありがとうございます。どんなイメージで作ったんですか。これはですね、熱い曲を作りたいなと思いまして、そしたらまあマイナーのコードが出てきたんですけども、で神戸にインザモードというイベントがありまして、でそのイベントにめがけて作ったという感じでございます。あ、そうなんですね、はい、なんかこうリフレインがすごく癖になってずっと聴いてずっと踊っていたくなる曲ですね。そうなんです、ミュージックビデオもございまして、ぜひご覧いただけたらと思っております。あ、チェックさせていただきます。はい、そしてその後リリースされたのが、はい、ちょっとタイトルがすごいですね。はい、飯、
飯です、はい、あのサウンドからは最初想像つかないタイトルですね。ああそうですか、そうですね、そうですね、はい、で途中聞いてるとセリフが入ってきて、はい、思わず笑ってしまう。ああそうですねそういう構成になっております。なんかクールな中にシュールさもあっていいですね。そうなんですよね、やはりなんか普通のクールで終わっちゃうとなんかもったいないかなという気が、はい、じゃああのセリフっていうのは後付けだったわけですか、はい、これ。そうですね、後付けです。ここら辺にセリフを入れてみようかなと思いまして、でも適当に言葉を作って入れてみたっていう感じですね。はあ、いやまさかこう曲だけ聴いてると飯っていう曲には結びつかなかったんですが。そうですね、はい、そこはやはり秀才の頭の中は分かんないですね。そうなそうなんですよ、はい、いや面白いなと思って聞かせてもらってます。はい、ありがとうございます。そしてつい最近リリースになった5月25日リリースのアナザースカイ、はい、これが現在のところでは最新ということになりますが。そうですね、はい、はい、こちらはどんな楽曲と言えますか。これはそうですね、爽やかなというか、なんて言うんでしょうね、ずっと最初から最後までなんかストーリー性のあると言いますか、なんて言うんでしょうね、そんな曲ですかね。なんかメロディーが心地よくて本当爽やかな風を感じるような、あ、風ですね、いいですね、はい、楽曲ですよね、はい、いや聴いてると本当いろんな風景が頭の中に浮かぶんで、はい、これライブが非常に楽しみです。そうなんです、生でやるとまた違くなりますから。ですよね、はい、あの今回のツアータイトルにもなっているワンダフルフライト、私この曲大好きで、あ、ありがとうございます。これが聴けるのも楽しみにしてます。はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあいよいよ来週、6月10日金曜日が長崎ライブということになります、はい、ドラム B7 でのライブとなりますが、はい、はい、どんな一夜にしたいですか。これはもうですね、とても燃えておりますよ、はい暑い夜にしたいと思いますですね、はい、6月10日金曜日夜7時スタートドラム B7 でのライブ、ぜひ皆さんも楽しんでいただきたいと思います。はい、では最後にラジオを聴きの皆さんに一言メッセージもいただけますか。はい、HZ トリオを楽しく音楽やっておりますので、ぜひ、曲ですとかまたライブに足を運びいただけると嬉しいと思っております。 HZM です。はい、ありがとうございます。はい、HZ リオ、HZ M さんでした。はい、ありがとうございました。では、お別れに1曲お届けしたいんですが、曲紹介もお願いします。はい、では HZ リオでワンダフルフライトを聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
エイセットリオエイセット M さんに昨日の夕方電話をつないでお話を伺いまして、うん、その模様もお届けしました。ユニークな方で秀才で、いや呼吸をするように曲が生まれて世に出てくるいやもう今すごくね、そう新曲がどん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 配信されていますんで、ぜひ皆さんもチェックしていただきたい、うん、そしてそんなエイセットリオ、いよいよ来週の金曜日が長崎ライブです。6月10日金曜夜7時スタート、ドラム B7、 チケットは5000円で発売中です。お問い合わせは B 電話0927124221までどうぞ。この曲私も非常に好きな曲なんですが、今日の青空にも吸い込まれていきそうな、うん、空も飛べそうな、そんな曲なんですよね。お送りしました A セットリオ Wonderful Flight Friday 1 to 3